下永公民館で月に一度開かれている子育て地域サロン下永ワクワクキッズに八戸市長がお邪魔しました。この日の内容は子どもの日を祝おう兜作り。さんたちを見ていて、こういうことがいいんだ、こういうことをすればいいんだという、あの原点に戻って、うん、あの私たちも楽だし親子も楽だし、必ず何かを作んなきゃなんないとかこうしなきゃなんないじゃなくて、その時の年齢層とか親子さんの雰囲気を見て、あの多少対応していきます。年代近い子とか触れ合えて楽しいです。いろいろ毎月来てるんですけども、いろんな催ししてくれるんで、あの楽しみに息抜きも兼ねて来てますね。今同じくらいの子とこう遊べる触れ合えるのですごく楽しかったと思います。はい、あのシールとかペタペタ貼って子供も楽しんでたのですごく良かったです。